陸上自衛隊ひとまる式戦車は、一度ロックオンすると、どんな悪路でも狙い撃つ性能を保持、世界が欲していますが、憲法上、輸出は禁止されています。今回は、そんな高性能なひとまる式戦車を詳しく見ていきますね。でも、クーラーは欲しいところです。陸上自衛隊の第 3.5 世代、第4世代との見方も、主力戦車である、ひとまる式戦車は、国産戦車として、4代目にあたり、それまでの第3世代主力戦車、旧丸式戦車と、比較して、戦闘力の総合化が図られ、火力、機動力、防護力が、それぞれ向上した上に小型、軽量化もなされていて、日本の国土防衛に適した戦車である。日本本土防衛のために、最適な能力を有する戦車を将来にわたって保有するため、戦闘の形態の目まぐるしい変化に、対応可能な機能、性能を有した後継の開発が必要とされており、旧丸式戦車の後継として、新たに導入する戦車の条件として、C4I システムによる情報共有、及び指揮統制能力の負荷と、火力、防護力、機動力の向上、そして全国的な配備と戦略機動のための小型軽量化が求められていた。そして2002年度、平成14年度から防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁と三菱重工業において開発が進められ、2008年に試作車両が公開されて、主な諸元などが明らかにされた。その後2010年6月14日に、静岡県駿島郡小山町の陸上自衛隊富士学校、富士駐屯地で、ひとまる式戦車試作車両として、報道関係者に公開、旧丸式戦車と並走して走行する姿が公開され、さらに、同年7月11日に行われた、富士学校、富士駐屯地開設56周年記念行事で、初めて、一般向けに、2両の試作車による走行展示が行われ、この2010年度から陸上自衛隊で調達が開始されている。ひとまる式戦車の主な諸元は、全長 9.42 メートル、全幅 3.24 メートル、全高 2.30 メートル、全備重量約44トン、乗員3名とされ、旧丸式戦車より一回り小さく、74戦車よりやや大きく、喧嘩方式が74戦車と同じく、全天輪が油気圧式のパッシブサスペンションとなっていて、74戦車と同様に左右への車体傾斜機能が復活していることが旧丸式戦車との違いである。これまで日本が独自に開発してきた戦車のうち旧丸式戦車については、アメリカと旧ソ連による東西冷戦の影響を受けて、主に平地が広い北海道での運用が考慮されており、大口径の 125mm 砲が搭載されている旧ソ連製の T80 戦車などに対抗するために大型化せざるを得ず、重量が約50トンとなった。そのため、旧丸式戦車は、日本国内の橋梁や路面の許容重量の基準から、北海道以外では、平時における配備と運用が難しいとされ、ひとまる式戦車の開発においては、本州、四国、九州など、全国的な配備運用に適した能力と、砲塔を乗せたままでのトレーラー輸送を可能にするなどの、戦略上の機動性向上が求められた結果として、全備重量で、約6トンも軽い約44トンとされたのである。74戦車を陸送する際に、トランスポーターで輸送する場合、73式特大型セミトレーラによって、車体に砲塔を搭載したまま輸送できる。しかし、旧丸式戦車の場合は、最大積載量が50トンの特大型運搬車であれば、砲塔と車体が一体のままの状態で輸送できるが、最大積載量が小さい73式特大型セミトレーラでは、車体から砲塔を分離して下ろし、
別々に輸送しなければならなかった。しかし、一丸式戦車では、全備重量が約44トンに収められているため、約4トン分の装甲などの装備を取り外すことで、砲塔を車体に搭載したまま、73式特大型セミトレーラで運搬することができるようになった。さらに、近年では、全国的に道路交通網が整備され、かつて、6人式戦車が開発された頃に比べると、道路の発展に反比例するように、鉄道は、地方ローカル線の廃線が進み、輸送網として機能しなくなっている。そのため、陸上自衛隊では、74戦車の開発以降、戦車の鉄道輸送は、事実上断念していて、90式戦車を輸送する場合、専用のトランスポーターで、輸送を実施しようとすると、道路の許容重量によっては、走行できるルートが限られてしまう、可能性が大きく、といって舗装道路を長距離自走させた場合には、靴体、キャタピラーや足回りと、路面舗装を傷める、可能性が指摘されていたのであるが、一丸式戦車の設計にあたっては、同時代に開発された世界の第 3.5 世代主力戦車の中では、小型となる40トン級車両とすることによって、舗装道路を自走する際の車体と、路面へのダメージ低減にも成功したのだった。戦車において、日本全国の主要国道にかかる橋梁、約19,700箇所における橋梁通過率は、重量が約50トンの90式戦車で約 65%、55トンから60トンを超える海外の主力戦車では約 40% 以下とされているが、一丸式戦車においては、84% の橋梁を渡ることができることから、日本の国土で運用するのに最適な戦車であると評価されている。この軽量の一丸式戦車に搭載されているエンジンは 1200PS、2300RPM を発揮する三菱 8VA34WTK で、このエンジンは61式戦車以来の水冷4サイクル V 型8気筒ディーゼルエンジンで、出力重量比は約 27PST で、90式の約 30PS、トンと比べれば若干低いとされながらも、出力 1500PS 重量55トンの戦車とほぼ同等である。なお、この三菱 8VA34WTK については、そのコンパクトで高性能な点に着目したトルコが、2014年に新型戦車アルタイへの導入を希望したことを受けて、当時の安倍政権が武器輸出緩和政策の流れに乗って共同開発を行う方針が示されたことがあるが、トルコから第三国にその技術が漏接する恐れなどから実現しなかったとの経緯があった。この高性能なディーゼルエンジンによって、一丸式戦車は最高速度 70km/h を発揮するが、変速比を常に最適に制御可能な油圧機械式無段階自動変速走行機フドロメカニカルトランスミッション HMT を採用しているために、更新速度においても最高速度 70km/h を発揮することができ、さらにこの変速走行機によって90式戦車半分の半径で旋回が可能とされ、動力装置の高効率高応答化と小型軽量化が実現され、機動性が大きく向上されている。一丸式戦車主砲には、これまでの44口径 120mm 滑空砲より、重量が 13% 軽減された、日本製鋼所製の軽量高鋼、厚砲身の44口径 120mm 滑空砲が搭載され、さらに、将来的には、必要に応じて、欧米の第 3.5 世代主力戦車の主砲である55口径 120mm 滑空砲への換装が可能なように設計されている。また、弾薬の互換性を保持するため、主砲の一部に西側諸国に
共通のラインメタル社製の 120mmL44 滑降砲と共通の設計がなされていて、90式戦車用の砲弾はもちろん、NATO 弾も使用できるとされている。なお、10式戦車用の砲弾には、鉄鋼弾の他に空砲も調達されており、訓練や演習時の使用はもとより、記念行事や模擬戦闘などで、90式戦車では実施できなかった空砲射撃が可能となっている。砲弾の装填には、軽量化が図られた自動装填装置が装備され、砲塔内のベルト式球弾装置によって、砲塔後面にある球弾用ハッチから、自動装填装置への球弾を行う。弾薬を砲塔内で保持する機構は、90式戦車ではガツメ型であったが、10式戦車では筒型になっていて、これにより、装填中の砲弾の挙動が安定し、不整地を走行しながら、戦闘時の装填安定性向上や、より早く装填することが可能となった。また、副武装は、砲塔上面の車徴用潜望鏡上部に、旋回式の 12.7mm 重機関銃 M2 と、主砲と同軸に、74支載 7.62mm 機関銃が装備されている。10式戦車の装甲には、正面に複合装甲が採用され、その他の防弾板には、結晶粒微細化鋼板と呼ばれる鋼板が採用されており、増加装甲も含めて高い防御力を維持しながら、軽量化が図られている。そして、10式戦車最大のポイントは、陸上自衛隊戦車に初めて搭載された C4I システム、コマンド、コントロール、コミュニケーションズ、コムピュタールス、アンド、インテリジェンス、指揮、統制、通信、コンピューター、情報というネットワークシステムで、10式戦車ネットワーク、10NW と呼ばれるこのシステムは、個々の戦車内部だけでなく、小隊や中隊単位の10式戦車同士は、相互に情報を共有、伝達することが可能で、例えば、指揮官車の各種指示を、全隊員が確認可能なモニターで共有するほか、車両間において、リアルタイムで射撃データを共有したり、各社の燃料残量や損害などを把握したりすることが可能となっているだけでなく、海自や空自とのデータ共有なども可能とされ、自衛隊員の間では、走るコンピューターなどと呼ばれているという。